真の最高の一番センター近本、セリーグ新人最多安打記録保持者、そしてオールスター MVP、 ボラス5安打サイクル、赤星以来の14年ぶりの盗塁を、2年目ジンクス打率1割のスランプスタメン外され、頼れるベテラン福留熱血指導でマシン打ち込んだ、スタメン復帰で4安打、阪神不動のリードオフマン、それが近本、2年連続盗塁を、巨人戦で6ホーマー、